聖ソフィア大聖堂。キエフ不主教の座。キエフ不主教区は、ウクライナの首都キエフを中心とした不主教区の一つ。10世紀末に設置された。ウクライナにおける聖教会とカトリック教会の要覧。キエフ首都、広塚サ教区、キエフカンク市教区とも表記し得る。また、本項目では、キエフ総主教のタイトルも記述する。キエフの不主教座は、 1988年に、キエフ大公ボロディーミルにより、キリスト教をルーシの国教にした際に設置されたと考えられている。13世紀前半までに、キエフ、チェルニーヒウ、ペレアスラウ、ビールホロド、ボロディーミルなどの16の主教区を有した。いつ正教会のコンスタンディン・ーポリ総主教庁に、所属するようになった時期については論争があるが、 およそ1十1世紀の間で研究者の見解は一致している。モンゴル来週後、1299年に、キエフ不主教は、モンゴル人から逃げて、キエフ公国のキエフから、ウラジーミルスーズダリ公国のウラジーミルへ移った。ただし、教会法上の不主教座は、キエフであり続けた。創始教座が公式にウラジーミルへの移転を認めたのは、不主教、アレクシーの時代である。 一方、14世紀に、リトアニア大公国が、キエフ公国とキエフを併合すると、大公、アルギルダスは、不主教座を欲し,し、幾度か不主教区の設置にまで至るものの、コンスタンディヌーポリからは、リトアニア、ガリチア、小ロシアなどの不主教の称号をしか得ることができなかった。しかしついに1375年に総主教フィロテオスは、ブルガリア人キプリアンに、 キエフとリトアニア人の不主教、小ロシアとリトアニア人の不主教の称号を認め、リトアニア占領下の管区を彼に委任した。ただし、当時モスクワにいた、キエフと全ーシの不主教、アレクシーは存命中であった。結果として、アレクシーの死後にも争いが続くものの、1390年にキプリアンが、キエフと全ーシの不主教にも任じられ、 キエフの不主教座はこの時に一旦統合された。次に分裂が生じたのは1415年である。リトアニア大公をビタウタスが現地の主教たち9名と共に独自のキエフ不主教を選出したのである。モスクワ在住のキエフと全ー氏の不主教、フォーチーのリトアニア支配下の管区についての監督が行き届いていないというのがその理由であった。ここで選出されたのが グリゴリー・ザンブラクである。総主教はこれを認めなかった。ただし、グリゴリーが1419年に死去すると、ビタウタスと、フォーチーの関係が改善していたこともあり、ビタウタスは新たに、新不主教を選出することはせず、結果として、リトアニア支配下の地域は、キエフと全ーシの不主教座に、実質的にも統合された。次の分裂は大きなものになった。 1439年のフェラーラ・フィレンツェ公会議はカトリックと聖教会との合同を宣言した。しかしモスクワはこの会議の正当性を認めず、これに賛同した不主教、イシュドールの敗意を宣言した。イシドールはモスクワから逃亡し、最終的にローマに入る。彼は教皇より数奇教に認じられ、またローマに対比していた合同派宗主教より、 上ロシアの不主教としてその地位は確認された。総主教、グレゴリオスマンマスは、他方で、ゲ、ロシアについては、イシュドールの弟子にあたるグリゴリー・ボルガリンを不主教に選んだ。その後、1458年に、教皇ピウス2世は、合同した教会の不主教として、正式に、グリゴリーを任命し、リトアニアのカジミエシュ4世やモスクワ大公バシーリー2世に、 グリゴリーの受け入れをお出しにする。バシーリーはすでに内戦後、教会会議により1448年に、リャザンフ主教ヨナオフ主教に認じさせており、グリゴリーの受け入れを断った。他方で、カジミエ氏は合同反対であったと言われるものの、ここで態度を変え、グリゴリーを受け入れることになる。グリゴリーは10の主教座をカジミエ氏より獲得した。1469年には、 コンスタンティノープルの総主教ディオーニシオスから正式に承認を受け、名実ともにキエフ不主教となった。以後の不主教たちはむね、コンスタンティノープルより正式にキエフ不主教に認じられた。しかし、教皇庁はこれを喜ばず、コンスタンティノープルと手を切るよう所簡を出してもいる。1596年にキエフ不主教をはじめ不主教区の主教たちのうち多くが、 コンスタンディヌーポリ総主教庁から離れ、ローマ教皇の参加に入った。これをブレストゴードという。これによって、正教会に属していたキエフ不主教区は、東方の天令等を保持したまま、ローマ教皇の権威を認めるようになり、当時のポーランド法的には、一旦グレコカトリックの管区になった。しかしこれに対する抵抗も激しく、 例えば、リビウ主教ゲデオンとプッシェミスル主教ミハイロが合同に反対していた。また合同を進めたジグムント三世ですら、すでに1598年に聖教会の存続を確認しており、聖教会のキエフ不主教区は存続することになる。1620年になると、エルサレム総主教テオファンは、ウクライナコサックの依頼を受けて、キエフの聖教会のために、 新たな聖職者を暗守した。1633年にポーランドリトアニア共和国の国王の許可を得て、コンスタンディヌーポリ総主教は新たなキエフフ主教区を設置した。これによって、グレコカトリック教会に属するキエフ首とヒロツカサ教区と聖教会に属するキエフフ主教区が両立するようになった。百四十九年にキエフフ主教区の領域では、 コサック国家が誕生すると、グレコカトリック系の聖職者は、キエフを追われた。しかし、1660年代に、コサックによるウクライナ内戦に伴い、聖教会のキエフ不主教区でも争いが起こり、キエフ不主教区は独立派、親ポーランド派、親モスクワ派に分かれた。1685年に、後者はコンスタンディヌーポリ総主教長と手を切って、 モスクワ総主教庁に行動を結び、ロシア正教会に所属するようになった。一方、独立派、親ポーランド派は18世紀にカトリック教会に改修した。1918年にロシア帝国の崩壊に伴ってウクライナ、人民共和国が独立を宣言すると、ロシア正教会に属するウクライナ系聖職者の一部は1919 19年にウクライナ独立正教会を組織し、 独自のキエフ不主教区を設置した。1990年にモスクワ総主教庁はロシア正教会に属するキエフ不主教区をウクライナ正教会に改名し自己管理権を認めた。1990年にムスティスラウがウクライナ独立正教会の主座主教としてキエフと全ウクライナの総主教の称号で選出された。続いて1992年には キエフと全ルーシウクライナの総主教の称号で改めて選出され、ウクライナ正教会、キエフ総主教長が成立した。2018年12月15日に、ウクライナ正教会、キエフ総主教長と、ウクライナ独立正教会が統合し、新生、ウクライナ正教会が発足した。同教会の取材主教にはエピファニーが、キエフと全ウクライナの不主教の称号で着座した。 ウクライナ正教会、キエフ総主教長の取材主教であったフィラレート総主教は、これに伴って離任し、新生ウクライナ正教会の名誉総主教とされた。2018年の現時点では、キエフ不主教区は30に存在している。下記の不主教、総主教区は、2018年に両教会が合同して、新生、ウクライナ正教会が発足したことにより解消した。 フェネルハットフェネル、ジーベルナツキー、P282、P304、P306、JV、J、3、ZZ、リバース、J、ザバイブ、1997、AB、5.12、2012時点のオリジナルよりアーカイブ、2012年12月12日閲覧、ウクライナ正教会の統一、 エピファニーフ主教をウクライナ統一正教会の主座主教に選出。ユクリンホーム2018年12月15日配信。ファイ2018年12月16日閲覧。5.122012時点のオリジナルよりアーカイブ2012年12月12日閲覧。ありがとうございます。